あ、そこで見んの？見た方がいい。見た方がいい。今回ライブ配信を思いついたのが今日午前中ぐらい、はい、で、そこから、すぐにですね友人のミュージシャンである、アメフラシカルテットのサーカス田中、それから、笠井高道に連絡してですね、ちょっとこのコロナでですね沈んでる日本をアートと音楽で盛り上げようということで、こういう企画をやっております。さあというわけでですねこの後ろの白い壁、ここにですね、どんな桜よりも美しい桜をですね、山本由紀という、日本のライブペイントの大会があるんですけど、そこで日本一になってこの今年の10月にですね、ライブペイントの、まあ、今オリンピックってややこしいですけど大会があるんですが、そこで世界一を目指していく日本代表がおりますので、彼がこの壁に、桜の絵を今から描きますので、まあ、大体30分ぐらいだと思います、このライブ配信ぜひ、楽しんでいただいて、楽しむとなんかこう免疫が上がるらしいので、それでですね、コロナウイルスにみんなで勝っていきましょうというふうな、趣旨でやっていきますので最後までお楽しみください。よっよっ。オーバルズ×雨降らしカルテットによる、もう打倒コロナウイルスということで、お花見会、桜を描く会、忖度なしでお願いします。では佐渡島、
夢は夢で
で、シャットマンが僕の方だね。
思っておりまして、まあまあ閉じこもってるだけじゃ楽しくないので、こういうふうにいろんな機会を与えてもらって、今 SNS 全盛期の時代で、どん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 、いろんなとこに発信できるんではないかと思っております。こんな時だからこそ Don't worry, be happy と、不謹慎ではないですが、ちょっと軽めの気持ちで行ってみたいと思います。
ピードを上げていくよ。辛抱して、僕らももっともっと力を貯めてですね、次、この戦いが終わった勝った暁にはですね、こういう風にこれは、桜を最初描いたけども、マスクを思いっきり外して、口紅を塗っている女性を勝利の女神を、はい、俺が喋ってどうする書いたんですね、はいはい。まあ、こんなね、日が来ることを祈りながら、うん、まあ、祈りながらというか、もう来るだろうし、ということで、なんか、言い残すことはありますか？どんな感じ？